体操の各種目釣りはアンバ、鉄棒床運動、平均台、段違い平行棒長馬、平行棒、身体操体操は、健康、医療、教育、鍛錬、美的表現などの目的で行われる体を動かす、運動の総称。元来極めて広い概念であり、ギリシャ語のジムナスティックはそう、飛べ、投げやレスリング、パンクラチオンなどの運動の総称で、 身体運動の他に入浴というマッサージなども含めた体の手入れの意味であった。フィットネスやウェルネスのような用語もかなり広く捉えた概念で、ウェルネスは生活科学として運動を適宜日常生活に取り入れながら健康的に日々の暮らしを送ろうという趣旨で提唱された概念である。国際体操連盟は体操の以下の6分野の運営を行っている。 2018年から FIG は以下の分野も始める。一般体操以外は全て順位を決める、競技性のあるスポーツである。日本の体操の国内競技連盟である、財団法人日本体操協会、一般体操委員会は、日本体操祭を主催しているが、その出場団体の選考条件にはとあり、技術的な制約は全くない。 技術的な制約がない運動を分野として取り込んでいることが体操の大きな特徴でありユニークな点でもある。体操の先駆となる運動はすでに原始時代には存在したと考えられている。遺跡の出土品や古代の壁画、彫刻などからアクロバティックな運動の姿を表現したものが、 各地に残されており、世界的に普遍的に、軽技的運動は行われていた。軽技的運動は一種の特殊技能で、踊りや、戸技などと共に、権力者の前に披露される見せ物となり、軽技師として、職業化した。西洋では、英華文明時代には、軽技師がいたことが知られている。また、古代ローマでは、兵士や若者たちによって、木馬運動が行われ、 クラマと調和の起源となった。一方、東洋ではインドで、ヨーガ協典に示された、医療体操が、仏道修行の過程として行われており、ヨーガとして知られるようになった。ドイツ体操スウェーデン1907年体操には、体系的に3つの種類があり、それぞれ異なる起源を持つ。また発祥によってそれぞれ異なる名称で呼ばれる。ドイツ体操、スウェーデン体操、 デンマーク体操は世界三大体操と呼ばれ、創始時には独自の特徴を持っていたが、その後それぞれの体操の長所などを取り込む改良が行われ、今日では昔ほどの際はなくなりつつある。ドイツ体操はバゼドー、フィヒテラの思想を継いだフリードリヒルートビヒアンによって1811年に創始された。バゼドーは神学教師であったが、哲学者。 ルソーのエミールに触発され、体と精神は互いに助け合わなければならないと考え、その実現の場として1771年にデッサウに反愛学校を設立し、平均台や徒歩競争などを含む体育法、ギリシャ体育を生徒に施した。ヤーンは教育所を設立して、高飛び用のスタンドなど体操用の機械を考案し、ドイツ体操術を表し、 運動を愛国心に結びつけ、旅先や公園で指導し、その発展と普及に努めた。今日の機械体操競技種目の大部分が、ヤーンの草案によるものである。その後スピースに引き継がれ、号令による運動や性別、年齢に応じた段階的、組織的運動などを取り入れ、ドイツ発の器具装備の体操場を作った。 1860年にはドイツ体操祭が開催され、今も4年に一度開催されている。スウェーデン体操の研究家ロートシュタインにより、青少年の体育手段として有害であるなどの批判を受け、激しい論争が行われたが、医者などの指示を得て、今日に至っている。スウェーデン体操は、国民の体力要請を念願し、解剖学、生理学、 物理学的検知から合理的な体力、養成運動を目指し、ペール・ヘンリック・クリングによって創始された都市体操である。1813年に中央体操学校を設立し、後継者らが医療体操、学校体操として完成させた。補助器具として、六木を用いる。スウェーデンでは、リングの没後100年を記念し、 リンギアードと呼ばれる体操を中心とする大会が1939年に開かれた。デンマーク体操は体の柔軟度促進を目的とした体操でリングの死でもあったフランスナハテガルによってドイツ体操をもとに1780年に創始された。ナハテガルの活動によってデンマークでは体操が小学生の必須科目として古くから採用された。度重なる 敗戦の歴史から国の復興運動を進めるにあたり愛国心からニルスブックが国民の健康と教育のためスウェーデン体操を基礎にしたものを広めた。1931年には玉川学園の招きでブックと模範演技者26名が来日し全国40数カ所で実演を行い日本の体操界に影響を与えた。 日本では1868年に軍隊に初めてドイツ体操が採用された。また、一般の学校体操としては、1878年に体操練習所を設立し、アメリカの体操教師リーランドを教官として招聘した。リーランドは、ドイツのヤーンの体操をもとにしたアメリカ式体操を習得した教師で、練習所の他にも、 東京女子師範学校や東京師範学校、大学予備門、東京外国語大学などでも体操術を教え、指導者養成に尽力した。リーランド退任後、川、瀬本九郎や坪井玄道、井口アクリラ海外で学んだ者が帰国して指導者となり、リーランドの通訳を務めていた、長い同盟を中心に研究されたスウェーデン体操が、 学校体操教授要目として1913年に発布され、1941年の国民学校発足までの約30年間にわたって日本の体育館を支配した。しかし、国民学校発足と同時に体操は一流一派に偏ることなく、体操の学理に基づき良いものを自由に取り入れる方針が立てられ、各種の体操の長所が取り入れられるようになった。 また、ラジオ体操は1928年に NHK のラジオ放送によって国民保健体操を全国に普及指導したのが始まりで第二次世界大戦後は一時廃止されたが1951年に新ラジオ体操が復活し今日に至っている。ソコル体操は民族の団結と国民の体力増進を目的として開発したもので 人間の集団美を追求した体操である。チェコでは6年に1回、ソコル体操の大会が行われる。ありがとうございます。